チャールズ・パトリック、チャーリー・マルグルーは、スコットランド・グラスゴー出身の同国代表の、サッカー選手。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。エフル・チャンピオンシップのブラック・バーン・ローバーズ・ FC、所属。様々なポジションを務めることができる汎用性、フリーキックやコーナーキックを任されるクロス精度の高さで知られる。イースト・ダンバートンシャイアのカーキンテロックで育ち、 地元のプライマリースクールとハイスクールに通学していた。セルティック・スコティッシュ・プレミアシップの名門セルティック・ FC のタブ組織を経て、2002年7月にプロ生活を開始する。元来、センターバックとしてプレーしていたが、人数不足のクラブ事情を理由に、左サイドバックへの転向を進められた。2006年1月に経験を積むべく、 2005から06、シーズン残りを、ピーター・カネロの後釜として、同一部のダンディー・ユナイテッド FC にて、期限付き遺跡で過ごすことになる。ダンディー・ユナイテッドでは、レギュラーとして14試合に得点を記録し、2月には、月間最優秀若手選手賞に選出されるなどの、成功を収めた。その後、セルティック復帰を望むも、構想外によって、遺跡を余儀なくされた。 ウルバーハンプトン2006年8月23日にリーネイラーとのトレードでチャンピオンシップのウルバーハンプトンワンダラーズ FC と3年契約で完全移籍をする。9月6日にコベントリーシティ FC との親善試合において初出場ながらミック・マッカーシー監督に感銘を与えることに成功し10日のリーズ・ユナイテッド AFC 戦で 公式戦初出場を飾ったものの、その後、負傷の影響から、出場機会は制限された。2008年1月31日にフットボールリーグ1のサウスエンドユナイテッド FC へ2007から08、シーズン終了までの期限付き遺跡に出される。レギュラーとしてプレーしていたが、ドンカスター・ローバーズ FC とのプレーオフに敗れて、昇格を果たせなかった。 なお、2008年4月のカーライルユナイテッド FC 戦で初得点を記録。アバディーン当初は2008年7月に移籍金15万ポンドでスウィンドンタウン FC へ移籍するはずだったが最終的に決裂し15日にスコティッシュプレミアシップのアバディーン FC と移籍金非公開の2年契約で合意する。8月16日出場2試合目となった。 フィアーパークでのマザーウェル FC 戦において、左足からのフリーキックで決勝点を挙げて、チームのシーズン初勝ち点獲得に貢献し、9月27日のフルスセルティック戦では、ボレーとフリーキックで2得点を挙げた。2009年5月16日、2008から09、シーズン残り2試合となった、アイブロックススタジアムでのレンジャーズ FC 戦において、マルグルート、 相手選手の帰るラファーティは論争の中心にいた。まず、マルグルーが自陣からボールをクリアを行う際に、ラファーティがスライディングタックルをする。その後、両名が立ち上がり睨み合う中で顔が触れると、ラファーティは頭突きをされたように顔を覆い地面に倒れ、これに対し、審判から暴力行為を理由に一発退場処分となり、レッドカードをマルグルーは提示された。 しかし、テレビ映像には、マルグルーが、ラファーティと明確に接触していなかったことが確認され、また、マルグルーがピッチを去る際に、ラファーティがチームメイトにウィンクをする行為が映し出されていた。そして、マルグルーへのレッドカードは取り消され、ラファーティには2ヶ月の出場停止処分が課せられた。2009年10月に、アバディーンから契約延長を提示されたが、これを拒否し、 2009から10シーズン終了後に退団することを選択した。2シーズンの在籍で公式戦83試合10得点を記録し、フリーキックを武器に得点を量産していた。セルティック復帰セルティック FC でのマルグルーに2010年7月1日、キャリアを開始したフルスのセルティック FC に3年契約で復帰を果たし、 ニール・レノン新監督が最初に獲得した選手となった。セルティック復帰以来、主に左サイドバックのエミリーをサギの控えとして、過ごしていたが、宿敵レンジャーズとのオールドファームという重要な一戦において、不慣れな左サイドハーフながらも、上々なプレーを見せて、勝利に貢献し、29日には、スコティッシュリーグカップ準決勝のフルース・アバディーン戦。 で、センターバックのダニエル・マイストロビッチの代役を務め、クリス・コモンズのコーナーキックから初得点を挙げて、勝利に貢献する等でアピールし、以降の試合から、トーマス・ログネとグレンロー・フェンスとのセンターバックの定位置争いに勝利し、マイストビッチとコンビを組むことになった。4月17日に、スコティッシュカップ準決勝のアバディーン戦で長距離、フリーキックにより、 自身に得点目を挙げて勝利に貢献すると5月21日にハムデンパークで行われたマザーウェル FC との決勝戦でもフリーキックで得点しキャリア初タイトルを獲得した2011年8月25日 UEFA ヨーロッパリーグ2011から12予選の FC シオンとの第2戦においてフリーキックで得点を挙げる翌日には 契約を2015年まで延長した。9月17日のオールドファームでは1枚目のイエローカードをもらってからわずかの間にスティーブン・デイビスへのファールで2枚目のイエローカードを提示され退場となった。10月15日にラグビーパークで行われたキルマーノック FC 戦において2011から12。 シーズンにおけるリーグ戦初得点を挙げると、リーグ優勝を決定付けた4月7日のキルマーノック戦でも得点しており、先制点を含む2得点を挙げ、29日のオールドファームでも得点した。同2011から12シーズンは、再びイサギレの控えとしてのスタートとなったが、第2節のアバディーン戦中に、イサギレが負傷したことで、左サイドバックの定位置をつかむと、 その後、ログネ、ローフェンス、ケルビン・ウィルソン、そしてマイストロビッチといったセンターバックの選手が相次ぐ負傷によって離脱したことで、センターバックとしても多くの出場機会を得、自身も負傷で一時期離脱しながらも公式戦に40試合以上に出場し、それぞれのポジションで約半々出場する汎用性の高さで優勝に貢献した。そのパフォーマンスは、 リーグ年間最優秀選手賞、スコットランド PF 年間最優秀選手賞、スコットランドサッカー記者協会年間最優秀選手賞に選出される形で報われ、さらにチームの2つの年間最優秀選手賞も受賞した。以降のシーズンは、左サイドバックやセンターバックのみならず、セントラルミッドフィルダー、左サイドハーフと様々なポジションを務めながら、 レギュラーとしてプレーし、2012年8月1日の UEFA チャンピオンズリーグ2012から13、予選3回戦、第1戦の HJK ヘルシンキ戦で決勝点を挙げたようにセットプレーから得点を量産し、守備でも攻撃でもチームを支援していた。しかし、2014から15シーズンは2014年12月、 初順にハムストリングに問題を抱えたことで、5月15日のセントジョンストン FC 戦まで離脱し、リーグ戦では10試合の出場にとどまっていた。ブラックバーン2016年8月31日、ブラックバーンローバーズ FC に移籍した。ウィガン2019年8月、ウィガンアスレティック FC へ、レンタル移籍。スコットランド代表としては、 U-21 でプレーした後、なかなか A 代表に招集されない状況から、今後も同様の場合には、アメリカ合衆国出身の祖母を通じて、アメリカ代表でのプレーを検討すると2011年6月に明かした。2012年2月に、クレイグ・レベイン監督によって、スコットランド A 代表に初招集され、29日のスロベニア戦において、 左サイドバックとして初出場を飾る。5月のアメリカ戦が2試合目だった。2013年2月6日のエストニアとの親善試合で代表初得点を記録。2014年9月7日に敵地で行われた UEFA ユーロ2016予選のドイツ戦において 2014FIFA フフワールドカップ王者相手に終盤まで1から1の引き分けに持ち込んでいたものの ロスタイムに、マルグルーが、マルコロイスへのファウルによって2枚目のイエローカードを提示され退場すると、一人少なくなったチームはほど、なくして、トーマス・ミュラーに決勝点を挙げられて敗北した。カナダのプロークナイラクロス選手で、ナショナルラクロスリーグのバッファロー・バン・ディッツに所属する、ショーン・グリーン・ハルはイとこ。既婚者であり、二人の息子を授かるが、2010年2月に、 氷点下の気温にありながら、子供を車中に放置しているとして、女性実業家、ミシェルモネに、警察へ通報され、そして警察に尋問され、自身と、妻は、育児放棄で起訴された。しかし、2011年1月下旬に、証拠不十分で不起訴となった。出展、出展、代表での特典出展、セルティック FC。ありがとうございます。